こんにちは、えー、言葉つなぎです。今回は、えー、ドミナスオクト助力者の選択は超重要。こういったテーマでお話しします、えー。4月29日に運営から5月の開発者ノートが公開されました。えー、新実装傭兵などの紹介もありますが、えー、その中でも一番重要なのは、えー、5月28日のアップデート内容です、えー。ついにオクトの助力者が実装されます。えー、どのキャラ性能も破格になってますが、えー、それぞれ特徴や 性能を確認して自分に合った最適な育成プランを計画したいところですコインもダイヤも、えー、すごい貴重な資源ですし万が一選択を誤ると1、2ヶ月すごい微妙な状態でアリーナやギルド戦をする羽目になってしまうので、えー、なのでドミナスオクト助力者の選択育成順番は、えー、超重要です、えー、今回はドミナスオクトの性能や対策などにフォーカスして解説と、えー、各キャラのおすすめ凸などを 公開しますえー、最初に簡潔にですねアップデー内容の重要部分を説明します、えー、5月28日のアップデート伝説傭兵の助力者が登場、えー、セトルシウスレビアベリアスの助力者が登場します、えー、またジャンプクエスト2ではセトがベリアスを星6レベルマックススキル9の状態でゲットできます、えー、また今回伝説スキル書の追加があって で現在販売している月2回購入可能な伝説スキル書とは別に各アカウントごとに5回まで購入できる伝説スキル書が追加されます、えー、つまり5月分のスキル書2冊アカウントごとに購入可能なスキル書5冊で合計7冊あと6月まで待てばその6月分のスキル書も合わせてトータル9冊手に入ることになります無料伝説スキル継承があるか 現時点ででは不明ですつまり現段階だと即戦力2体分くらいは確保できそうということになります、えー、それでは早速ドミナスオクと、えー、助力者を紹介していきます、えー、まずアキラですね、えー、瀬戸の助力者です、えー、専用スキルフレイムガードが追加されて、えー、敵の攻撃ダメージを無視するようになりました 回数分固定ダメージを自身に受けます、えー、このスキルによって、アンジェやエディン、まあ、例えばベンタナだとか、今活躍している、えー、強力なアタッカー陣が、軒並み歯が立たなくなってしまうような状況になります。えー、このキャラの強化おすすめ最低値はプラス12ですね、えー。プラス12まで強化することによって、えー、攻撃1回あたり最大 HP×11% のダメージしか受けなくなります。えー、加えてなんですが、えー、セット自身 自身の攻撃で相手を撃破できれば HP がまた最大まで回復するので、まあ、だいぶやばいキャラですねでその強力なセットに対して、まあ、アキラに対しての対策なんですけど、えー、まず一つはベリアスをかけたキャサリンかクリスティナですねで対策2ということでそれぞれ条件があるんですけどまずはメインターゲットにそのアキラを設定したレビア場の墓が増えてからのベルフェですねベルフェロンです えー、今回ベルフェロンについてとあとそのセットのフレームガードについて、えー、とより詳しく解説をしてみようと思いますベルフェロンの死の吸収というスキルなんですが、えー、敵味方関係なく場にある墓一つにつき一つの攻撃判定が出ます、えー、試しにセトに対して場の墓の数が1の、まあ、1個墓がある状態でセトに攻撃をしてみると基本攻撃をした後に、えー、死の吸収、まあ、1発分のダメージ ネージが出ますなのでその場合は、えー、瀬戸を殴った回数が2回と判断されて 2×11% 22%で瀬戸の hp がまあた例えば満タンであれば余裕で生存できるって感じですねあすいません今回の説明については、えー、もう一個あの、えー、ベルフェロンのスキルあの相手がデバフがあるかどうかで、えー、発動するしないのスキルがあるんですけど今回はちょっとそれは省略しておきます場の墓の数が9個ある場合ですベルフェロンの死の墓の吸収は墓,、えー墓 はい。 ここにつき1発分分殴殴るるので9回分殴るってなりますそうなると合計10回ベルフェロンが瀬戸を殴るのでトータル瀬戸の HP に対して110%のダメージが加わるだからその場合は瀬戸が死にますねはいフレイムガードとベルフェロンのスキルに対しての説明は以上になります次アキラに対しての受けの対策ですねルシウスやグランヒルとバルトールなどが候補に上がります ルシウスはお互い無傷であれば、一回おそらく死んで、それであのデスガードが復活するってなると思うんですけど、グランヒルドやバルドール、血気を積んでおけば、セト1万台程度の小手ダメージしか与えられないので、あの生存することができる感じですね。アキラについての総評です。まあ余裕でぶっちぎり S ランクですね。ぶっ壊れ性能といっていいレベルで、もう超おすすめキャラとなっております。まあこのキャラを自分も取りつつ、相手のセトに対してどう対策 をするか、まあ、そういうことを考えていかないとこの先のギルド戦やアリーナ結構きついんじゃないかなと個人的には思ってます。 次、ルルベンシシア、ルシウスの助力者です。まず概要が復活回数が増加相手の攻撃を劇的に足止めすることができるようになった攻撃範囲も最善2マスになってスキルの威力も上昇したルベンシアに対しても強化を進め最低値は12です12にすることによって復活する回数が1回分増えるそれによって相手の攻撃ラインの大幅な遅延を狙えますプラス11の時点でちなみに攻撃範囲が2マス に拡大されますでこのさっきから言ってる復活する回数が増えるってどういうことだって話なんですがそのデスガードについてですね、えー、プラス12の時点です、えー、まずあの通常状態のルシウスがいて、まあ、何かの攻撃を食らって死んだそうすると、えー、今までと同じように、まあ、デスガが4回分付与されて復活します。 その上でまた死んだら、今までだったらそのまま墓になってましたが、なんともう一回デスが4回つきつつ復活します。それをやっと倒すことによってようやく死ぬ。そういう感じでかなりしぶとくなってますね。ルベンシアの総評、これはもう A というか、まあ、ほぼ S に近い A プラスってとこですね。えー、正統派進化をしているということで、えー、まずその、この人権キャラのセトに対して、ま一、あ、回その死んで復活って形になるか、デスがが一回削られるかにはなるんですけど、えーセトの 強力な一撃を受け止止めめて足止めするることができるデスガードがあることによってルシウスがセトを殴るたびに22パワー,ーと HP は削れるのでそういう意味では攻撃面でもセトに対して活躍できるかとは思いますはい、えー、カルドレアスベリアスの助力者ジャンピングクエスト2でセトとどちらか選択が可能ですクリスティナ・キャサリンと一緒に運用することでセトを撃破できるようになる逆に言うとクリスティナ・キャサリンでセトを倒したいんだったら、えー、必ず 使う必要が出ててくるってことですね、えー、自分がベルフェロンを運用しないのであれば場の墓の数を骸骨化で抑制できるので相手のベルフェロンの攻撃でこちらの瀬戸が死ににくくなるっていうメリットもあるかと思います、えー、強化おすすめ最低値がこちらも12ですね、えー、12の時点で支援範囲が縦5横3マスに拡張されるそれによって使い勝手や陣形の自由度が向上しますプラス11の時点で、えー 骸骨がが相手にタンを渡すことが一切なくなくります支援範囲について、えー、っと簡単に図にしてみたんですけどプラス11以下の時はメリーだったりセレンディアと同じくキューマスの正方形型なんですがプラス12になるとこの形は多分あの魔法型のキャサリンと一緒だと思うんですけど縦に範囲が伸びてでそれによって今までベリアスを使う時は支援先中段に置いてっていうことが多かったんですけどその縛りもなくなったので無理なく。 2列でも運用できるようになりましたカルドレアス総評 A ですね利便性が向上したということで、えー、瀬戸対策の一翼を担うキャラとなっております骸骨で場の墓の数を抑制したり相手のアタッカーを相打ちで処理したりまあ、骸骨を相手に倒させることで足止めをしたりとかまあ、役割はひどいかなっていうところです補足説明するんですが骸骨転生および連撃の判定についてまあ、特に初心者の方だと、えー、何度も その瀬戸を倒すのにカルドレアスがいるんだって。 ちょっっとと思思うかなと思ったので簡単に説明しますえまず骸骨転生バフなしの段階でクリスティナがセトを殴った場合の、えー、想定ですえクリスティナは基本的に5連撃の攻撃ができてその内部判定的には基本攻撃をした後に最後の一撃というあの基本攻撃後のスキルが発動でその度にカウンターがある相手に対しては1回ごとにその、まあ、攻撃した人間が生存しているかを確認して 基本攻撃スキルとかそういったような1セット1セットになってて瀬戸を殴った瞬間本来5発殴れるはずなんですけどまあ普通に考えたら最低1万程度の小手、えー、ダメ反撃が返ってくるのでその時点でクリスティナが死にますまあなので5連撃本来できたけど1連撃目で死ぬまあだから瀬戸、えー、を殴った回数は2回ってなります、えー、2×11 でまあ削れたダメージは22%ですかねこれだと結局連撃キャラの意味 ないじゃんってなるんですけどこれが、えー、ベリアスバフ、まあ、骸骨転生をかけた時その処理的にどうなるかって話なんですけど基本攻撃をした最後の一撃が出た瀬戸の固定ダメージカウンターを食らって。 で、その時点で当然、クリスティナが死ぬっていう事実は変わらないです。ただ、えっ、ー、と、今までだったら墓になって、そこで終わってたんですけど、ベリアスのその骸骨転生によって、クリスティナが骨と化して、その場に残ります。で、その結果、まあ実質クリス死んでると言えるんですけど、まあ一応生きてるよね。 <laughs> っていう流れになってこれはまあ前からある仕様ではあるんですけどまあなんで即骸骨になってなんか、まあ、死んだっちゃ死んだんですけど最後まで攻撃をしますトータル10回セト殴ったよねってことになって1 0る1 1まあ110%だからこの場合セトは死にますラビリスリビアの助力者え概要は丸〇,〇ガードまあなんとかガードを貫通してメインターゲットを倒せるようになったえこれによってセトだった グレーシアも場合によってはって言い方になりますけど倒すことができます強化おすすめ最低値はプラス12メインターゲットに対してガード視常時防御が65%上がる総評 A ですね普通に強い普通にって言い方あれなんですけど瀬戸のセット効果要因だったり十字マス基本的には格殺したり常時防御100%到達可能になったりメインターゲットについてはガードを貫通する文句なし 普通に強いいと思います。特にギルド戦では相手の位置が分かってるんで対瀬戸対グレイシアで運用すれば、まあ、かなりいい感じですねこのデーモン召喚2っていう、まあ、あの十字のすごい強い攻撃なんですけどこれも瀬戸に対して攻撃したらどうなるのかっていう、えー、簡単な説明をしますメインターゲットっていうのは何て言うんでしょうね爆心地というかその中心のマスのことですねで瀬戸がメインターゲットになって でレビアが攻撃したらまずどうなるか、えー、っとまずセトがメインターゲットの場合え、まあ、レビアはカウンターで死ぬんですけどセトも状態に関係なく倒すことができますこれがまあどのマスでもいいんですけど中心以外だった場合ですねえセトがサブターゲットの場合レビアは固定ダメージのカウンターで倒されてセトは HP 満タンとかであれば問題なく生存します、まあ、こんな感じでセトに明確に強いと思うとことアリーナにおいてはちょっと言いづらいような感じにはなってますねジャンピンピグクエスト つセトがベリアスどっち取ればいいのかっていう話については、えー、性能のぶっ壊れ具合から言うと断然セトがおすすめっていう形にはなります。まあただ単純に自分の所持してない方を選ぶ感じで問題はないとは思ってるんですが、今までのちょっと総評ちょっとまとめますと、えー、まずですねベリアスを低突でもいいから持ってる人については、えー、セト取得がまずおすすめです。各キャラまああのクシクモと言いますか十二突がおすすめなんですけれども誰が最優先かっていうと。 えー、断トツでセトだと思いますでベリアス未所持、レビアプラス12にする予定がない、えー、ベルフェロンも特に使わない、使わなかったり、まあ、持ってなかったり、そういった人については、えー、対セトで積む可能性があるので、ちょっとベリアスの取得をお勧めしますで。ベリアスを使って、えー、キャサリンかクリスティナで無理やり、えー、セトを攻撃して、相打ちに持ち込む。そういった感じで倒さないと、対策がないかなっていう感じです。で今回の助力者はいずれもプラス12で十分な性能をしてます。 最優先で12にするべきは瀬戸で誰か15にするっていうんだったら優勢の敵には、えー、ルシウスがおすすめかなと個人的には思いますであともう一点注意なんですが、えー、万が一こうセトを取得しないでいくってなるとちょっとある種の縛りプレイになる可能性はありそうなのでそこは注意はしてください、えー、あとですねセトかベリアスが取得できるジャンピングクエストをですねそのセトかベリアスだけじゃなくて星5の魔法型傭兵だったり星4の優秀な まあ攻撃型防御型支援型それぞれ取得できる大チャンスにもなってますで僕個人のアリーナやギルド戦ワールドボスなどで活躍できるようなおすすめをしている動画がこちらにありまして興味ある方についてはぜひこの動画の詳細欄にリンクも貼っておくのでぜひご覧になってくださいじゃあ瀬戸を誰で倒すか瀬戸を誰で受けるのかまずはやっぱりこのぶっ壊れ具合の高い瀬戸を中心に考えて自分の状況 に合わせて他の養蜂を育てたりガチャを引くのがやっぱりおすすめだと思います。次の新環境で一気にスタートダッシュ決められるように準備を進めていただけたらと。 思いますというわけで今回はこれくらいにしようと思います。えー、自分のチャンネルではこういった感じでブラウンダストの有益な情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった有益な情報をなるべく発信していくのでぜひよろしくお願いします。あとは動画閉じる前にいいねボタンを押してもらうと僕のやる気アップするのでぜひよろしくお願いします。というわけで今回は以上になります。さようなら。